このプログラムはどこにいても寝巻きのままでも台風の日でも受講できるオンライン外国語教室ミッチの提供でございます。講師は私ミッチで、英会話、中国語、スペイン語、そして日本語のレッスンをご受講していただきます。またご家族やお友達と一緒にご受講していただいても一人分の料金です。共通のご趣味に外国語なんていかがでしょうか。ご興味のある方は今すぐ私のホームページにアクセスしてお気軽にお問い合わせください。皆さんこんにちは。いつも動画を見ていただきましてありがとうございます。ミッチです。はい、とですね、前回からだいぶ時間が空いてしまいまして、前回何をやったかちょっと覚えてないので、今回はですね、今日はですね、私は普段何々しますよとかですね、彼らはよく何々するんですよとかですね、私たちは明日何々するつもりですよとかっていうの表現をちょっと練習してみたいと思います。文法的に言うと直接法現在っていう文法になるんですけども、まあ文法用語はですね、とりあえず置いといて、さあそしたらですね、じゃんじゃん始めましょう。で、久しぶりなので、もしかするとですね、以前やった内容なんかをですね、重複しちゃうかもしれないんですけども、まあその辺は多めに見てください。さあ、じゃあいつも通り私皆さんでですね、単語の練習参りましょう。準備よろしいですか。3、2、1。はい、estudiar japonés、 estudiar japonés、 hablar español、 hablar español、 sacar fotos、 sacar fotos、 tocar el piano、 tocar el pianoAlquilar un coche. Alquilar un coche. はい、そしたらですね、少し単語表現の方を説明させていただけたらと思うんですね。まずはじめにこちらですね。Estudiar japonés なんですけども、Estudiar 勉強するですね、英語の study と同じ語源なんですけども、で、japonés、はい、こちら、スペイン語の J、ホタっていうふうにスペイン語ではですね、言うんですけども、こちらですね、ジャパンのジュではなく、フっていう発音になります。なので、ジャパネスではなく、ハポネス。一緒に言ってみましょう。ハポネス。はい。ハポネス。はい。次行ってみましょう。はい、日本語と出てきたので、今度はスペイン語に出てきていただきましょう。はい。アブラールエスパニョル。はい。アブラールで話をする。で、エスパニョルっていうのがスペイン語っていう意味になります。あとはですね、場合によってはですね、エスパニョルではなくて、カステイヤーノっていう単語もあるんですけど、まあそれは後で話しますので置いておきましょう。はい。次行きましょう。はい、こちらですね。サカールフォトス。サカールで撮るって意味になりますとか、撮影するだとかですね。はい。抜き出すとかって意味なんですけども、で、フォトス。はい。で、一つ、もし、一枚の写真であればフォトになるんですけども、はい、複数形であればフォトスになります。サカールフォトス。写真を撮る。次行ってみましょう。こちらですね。はい。トカール・エル・ピアノ。はい。ピアノ。はい。ピアノになります。で、エルっていうのがその。英語で言うとザですね。で、トカールっていうのが演奏するだとかですね。触れるって意味になります。はい。で、トカール・エル・ピアノ。で、ピアノを演奏する。次行きましょう。最後ですね。はい。こちら。アルキナール・ウン・コーチェ。アルキナールでですね、お金を払って借りるって意味になります。で、ウン・コーチェ。ウンっていうのが1台とか1つの。で、コーチェ、車になります。じゃあもう一回大きい声で一緒に練習してみましょう。よろしいですか ?3、2、1。はい。Estudiar japonés。Estudiar japonés。Hablar español。Hablar español。Sacar fotos。Sacar fotos。Tocar el piano。Tocar el piano。Alquilar un coche。アルキラールウンコーチェ。はい。はい。そしたらですね、お気づきになられた方もいらっしゃるかもしれないんですけども、はい。エフトゥディアール。アブラール。サカール。トカール。アルキラール。はい。すべてですね、今日練習した単語表現はですね、R、動詞がですね、R で終わってるんですけども、スペイン語の動詞はですね、すべて、3つのパターンがありまして、R で終わるもの、L で終わるもの、IL で終わるもののどれかにですね、なります。例えばですね、はい、R で終わるもの、こちらですね、見ていただけたらと思うんです。もう、はい、先ほど練習した。アブラール、話す。エストゥディアール、
勉強する、エスクチャール、こちらちょっと先ほど練習してないんですけども、聞く、音楽を聞くとかですね、とかっていう時に使う表現なんですけども、エスクチャール、はい、すべて R で終わります。またはですね、はい、もう一つのパターンは L で終わるもの、こちらに準備させていただいてたんですけども、はい、例えば、コメール、食べるですね、とかですね、ベベール、飲むとかですね、着替える、着替える、それ、これは日本語ですね。はい、バリバリ。はい、スペイン語ではないです。着替える。すいません。コメール、食べるとかですね、ベベール、飲むとかですね。あとですね、勉強する、学ぶっていう表現で、単語でですね、アプレンデルという単語もあるんですけども、とか、はい、一つ目は、はい、R で終わるもの。二つ目は、L で終わるもの。そしてもう一つはですね、イールで終わるものになります。はい、イール、こちらですね。例えば、イール、行く、英語で言うと、ゴーですね。とかですね、ビビール、住むとか、生きるっていう単語。それからですね、お風呂に入る、お風呂に入る、すみません、失礼いたしました。こちらもバリバリ日本語ですね。はい、違います。はい、イール、行くだとか、ビビール、生きる、住むとかですね、あとはですね、お願いするっていう単語でですね、ディールという単語があるんですけども、はい、すべて、IL 系か、L 系か、R 系になります。規則動詞、不規則動、規則動詞、不規則動詞、すべて含めて、この3つのどれかになります。はい。で、今日はですね、はい、特にこの語尾がですね、R で終わる動詞にちょっとですね、重点を置いて練習させていただけたらなと思うんですけれども、こちらの R 系のですね、特に直接方現在というふうに言われてて、私は何々しますよとかですね、何々していますよとかですね、またはですね、何々するつもりですよとかって、ね、表現が言えると、直接方現在という文法項目をちょっと練習していけたらと思うんですけども、はい、こちらのですね、R 系はですね、を作る場合はですね、R っていうのを取っていただいて、例えばちょっと、アブラールをちょっと例にとってみてみましょう。アブラール、話すなんですけれども、私は話しますよっていう場合にはですね、はい、R を取っていただいて、この赤字で書いてある語尾を当てはめていただければ、誰々は何々をしますとかですね、何々、誰々は何々をしていますよとかですね、するつもりですっていうような表現になります。で、ちなみにこちらの認証代名詞、私とか彼とかあなたとかっていうのはですね、第8課と第11課でですね、触れてますので、そちらの方を見てですね、復習してみていただけたらと思うんですけども、さあ、なので、アブラールを例にとってみてみましょう。話すなんですけれども、R を取っていただいて、この赤字の赤い文字のやつをポン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 はめてっていただければ、何々をするって意味になります。なので、私が話すは Yo hablo、 君が話す Tu hablas、 彼彼女、あなたが話す Habla で、私たちが話す Hablamos、 君たちが話す Hablais、 彼ら彼女ら、あなたたちが話すというのであれば Hablan になります。はい。で、まあ、覚えるのめんどくさいって言えばめんどくさいんですけれども、まあ、仕方ないんで、僕はですね、スペイン語を勉強するときにはですね、こういうふうにやってました。と、例えば、アブラールであればですね、よ、こちらをですね、もうひたすら、よ、アブロ、トゥ、アブラス、エル、アブラ、ノソートロス、アブラモス、ボソートロス、アブラ、アブラ、ボソートロス、アブライス、エイオス、アブランっていうのをですね、ひたすら練習していたので、はい、こちらの動画でもですね、そんなような形で一緒にちょっと練習してみましょう。はい、すみません、ちなみに、スペイン語を話すって何て言ったらいいんでしたっけ？スペイン語を話す。はい。スペイン語を話すはですね、はい、こちらになります。アブラールエスパニオル。なので、じゃあ、こちらを使ってですね、私は話す、君は話す、をちょっと一緒に、私皆さんでですね、練習は、カミカミですね、今日は。はい。練習をしてみましょう。よろしいですか？ 3、2、1、スタート。よ、アブロエスパニオル。はい。Yo hablo español. Tú hablas español. Tú hablas español. Él habla español. Él habla español. Nosotros hablamos español. Nosotros hablamos español. Vosotros habláis español. Vosotros habláis español. Ellos hablan español. Ellos hablan español. はい。
はい、じゃあ日本語を勉強するってスペイン語で何て言ったらいいんでしたっけ？日本語を勉強する。よろしいですか？日本語を勉強するはですね、こちらになります。エストディアルハポネスになります。ちょっと練習してみましょう。エストディアルハポネス。はい。エストディアルハポネス。はい。なので、じゃあこちらの方もついでに一緒に練習してみましょう。と、私は日本語を勉強する。君は日本語を勉強する。言ってみましょう。Yo estudio japonés。はい。Yo estudio japonés。Tu estudias japonés。Tu estudias japonés。Él estudia japonés。Él estudia japonés。Nosotros estudiamos japonés。はい。Nosotros estudiamos japonés. Vosotros estudiáis japonés. Vosotros estudiáis japonés. Ellos estudian japonés. Ellos estudian japonés. はい。はい。じゃあ、そしたら、ピアノを弾くってスペイン語で何て言ったらいいか覚えてらっしゃいますか？ピアノを弾く。よろしいですか？ピアノを弾くは、トカール・エル・ピアノになります。ちょっと練習しましょう。トカール・エル・ピアノ。はい。トカール・エル・ピアノ。はい。じゃあ、ちなみにこちらの表を見ながらでいいんですけれども、はい。こんな感じですね。はい。彼らは、ピアノを弾いていますっていうふうに言いたいんですけれども、どういうふうになるでしょう。彼らはピアノを弾いています。ここの、トカールの R の部分を取って、こちらをつけていただければ OK です。なので、トーカン、エルピアノっていうふうに言っていただければ OK です。じゃあ、彼らはピアノを弾いている。または文脈によってはですね、彼女らはとか、あなたたちはっていうような意味にもなるんですけども、言ってみましょう。トーカン、エルピアノ。はい。トーカン、エルピアノ。はい。じゃあ、車を借りるって何て言ったらいいんでしたっけ？車を借りる。はい。車を借りるはですね、アルキラールウンコーチェになります。言ってみましょう。アルキラールウンコーチェ。はい。アルキラールウンコーチェ。じゃあ、こちらのですね、アルキラールウンコーチェを使ってですね、私たちは車を借りますっていうふうに言いたいんですけれども、はい。こちらの R の部分を取っていただいて、私たちは何々する。はい。私たちは車を借りる。っていうふうに言いたいんですけども、どういうふうになると思いますか？私たちは車を借りる。よろしいですか？正解は、こちらの表の、これをつけていただければ OK です。なので、アルキラーモスウンコーチェというふうに言っていただければ OK です。言ってみましょう。アルキラーモスウンコーチェ。はい。アルキラーモスウンコーチェ。じゃあ、写真を撮るって何て言ったらいいんでしたっけ？写真を撮る。写真を撮るは、サカールフォトスというふうに言っていただければ OK です。ちょっと練習してみましょう。サカールフォトス。サカールフォトス。じゃあ、彼は写真を撮りますよとか、彼は写真を撮ってますよとかっていうふうに言いたいんですけども、どういうふうになるでしょう？彼は写真を撮りますよ。彼は写真を撮っていますよ。という場合にはですね、はい、こちらの R の語尾を取っていただいて、はい、彼は彼女は何々しますよっていう場合にはこれを使っていただければ OK です。なので、サカフォトスというふうに言っていただければ OK です。言ってみましょう。サカフォトス。サカフォトス。はい。10分程度のですね、動画を予定してたんですけども、すみません、ちょっと時間をオーバーしてしまいました。はい。今日は R で終わるものだったんですけども、次回は L で終わる動詞を使ってですね、練習してみたいと思います。皆さん今日もどうもありがとうございました。それではまた後で。